ではアベマで先行配信された2023年冬アニメの作品について語っていこうと思います。まず最初に氷属性男子とクールな同僚女子、これは S ランクですね。氷属性男子は、社会人だけど、結構主人公の男キャラがファンタジー世界のキャラっぽくて、雪女の末裔ですと。他にも同僚の女の子が、キツネッコだったり、結構ファンタジーのラブコメなんだけど、その辺でラブコメでも結構差別化されてるって印象ですね。エイがすみっこ暮らしとかの満級監督だから、結構間の取り方とかうまいなと思います。ただこの作品原作が結構短めの作品だから、そこら辺24分アニメっていうのが、ちょいテンポ悪いかなって感じるところはあるんですけど、今期のラブコメやっぱり高校生ネタが多いから、その中で社会人っていうのは結構差別化要素にもなるし、ファンタジーネタも結構画面のアクセントとしてはいいから、ここら辺結構ひねったラブコメとしてはいいんじゃないかなと思います。次に紹介するのが人間不信の冒険者たちが世界を救うようですですね。これはダークフォースというか原作と漫画が面白いので、その良さをアニメで伝えてる感じします。追放系ではあるんだけど、実は4人仲間全員がそれぞれの追放理由を背負ってるっていう設定で、魔法使いの女と僧侶の過去が結構それ、毎回やってくるとなかなか一つ当人たちにとっては辛いんだけど、天丼ネタっぽく感じて、みんな苦労してんだなって感じでもあるし、僧侶のキャラが陽宮ひなさんのロリに迫られたんだけど、それを断ったから逆恨みで痴漢扱いされて追放されるっていう、こう追放された理由って結構ナローアンチが結構主人公が悪いってことに従う傾向あるけど、この進化に関しては結構ガチで結構きつい感じするから、これそういうかリアリティがある感じするんですよね。ちゃんと頭を使って設定練ってるなって感じします。世界観としてもアイドルとか出るけど実は原油詩人だったりとか、トカゲを使ったギャンブルレースとか、キャバクラ扱いされるのは酒場だったりとか、そこら辺ファンタジーに落とし込んだ設定とかあって、ちゃんとこう原作の人が考えてて、そこら辺アニメでも出してるような気がします。ギークトイズさんってスタジオは結構いろいろと作画崩壊で不安なところもあるけど、直近のデートアライブは結構頑張ってたから、そこら辺今回の人間不信も低予算感はあるけど、結構演出とかで頑張ってるから、決して違和感は今んとこないです。ただ戦闘シーンは実際まだこれからだから、そこら辺次第だと思いますね。ただ作画に関しては低予算だけど頑張ってる感じはあるので、そんなにひどくはないです今のところ。というかデアラ4期がかなり良かったらしいから、その流れについてちょっとギークトイズさんもしっかりできるスタジオだってところを見せてほしいです。そして弱い5000年の草食ドラゴン言われなき邪流認定は1話公開されてるので見ました。いや邪流認定はぶっちゃけると作画めっちゃ良かったです。それこそロシア語平成期みたいな感じっていうか、ちゃんと戦闘シーンも良かったです。逆に言うとそれコロナの不安感はあるけど、日本からすればカンパ系でもあるから、それに逆にいいんじゃないかなと思います。邪竜認定も結構原作からしてひねった設定で、クソ雑魚だけど草食ドラゴンの邪竜様が、頭がおかしい自称生贄狂人ロリのレイコちゃんが、実はクソチートで、レイコの面倒を見ながら邪竜様が旅をしていくっていう話なんだけど、この邪竜様とレイコのすっとこどっこいコンビがこう頑張るっていう話で、結構テンプレ離れしてるんだよ。だから結構漫画も結構面白い。途中ちょっと打ち切りっぽいけど、でもナロー原作の方は結構完結してたり、それに結構気合い入れている作品の一つではあるんだよね。日本版の声優は結城葵さんと大塚芳忠さんなんだけど、この2人の声もめちゃくちゃいいですね。邪竜様に関してはこう漫画っぽいちょっと緩い作画とか多いんだけど、それが結構邪竜様の可愛さにつながってる感じ。レイコの戦闘シーン自体も結構見せ場とか結構しっかりしてたから、これはこれでいいんじゃないかと思います。レイコがなんか無駄にクソ強くて逆にギャグになってるっていうのが邪竜認定ですからね。14分なのも結構テンポ良いと思うので、そこら辺結構いいんじゃないかなと思います。邪竜認定と人間不信は
ややマイナー寄りだと思うんだけど、でも結構ちゃんと原作と漫画だとそれぞれちゃんとひねって作られてる作品を、まあ、ちゃんとこう過不足なくアニメ化されてるから、まあ、漫画が好きでしたって人だったら絶対楽しめる出来になってると思うし、まあ、個人的にナロー出身にはめちゃくちゃ甘いので、もう人間不信と蛇竜認定はまあ SS スタートでいきます。ということでラブコメとナロー初が強いっていう、そういうクールの先駆けですが、まあ、どうでしょうか皆さん。アベマは結構こう先行とか結構無料でも見れるから、みんな使ってあげてください。ではよければチキチキチャンネルの動画をもう一本見ていただけると幸いです。以上です。